はい、速稼塾の久保です。今日は12月23日金曜日です。もうそろそろ今年の相場も終わってきましたので、今日は相場解説もまあするんですけども、それよりもね、重点で置きたいのはどうやって利益を取っていくかっていうところのポイントですね。こちら本日の相場解説をもうすでに FX オリガルヒの方ではお伝えしてはいるんですけれども、今回ね、この速稼塾限定動画のところにお載せしてですね、まあ紹介していきたいなと思います。実際にどういうふうにやっていけばいいのか、講義をつけてますんで、多分分かりやすくご覧いただけるんではなかろうかと思います。で、この講義が、なるほど、そういうことなのか、というふうに、もしね、腑に落ちるようでしたら、FX オリガルヒの教育で順調に力をつけていって、FX トレーダーのプロフェッショナルになることができると思います。私はね、サポートがやっぱりこう、細かいのが自信で、返信も誰よりも早いと思うんですよ。で、そんな感じで速稼塾を10年運営してきましたので、この FX オリガルヒに関しましても、いただいたクエスチョンに対して、すべての回答がね、その日のうちに返ってきてると思います。場合によってはもう1時間以内に返ってくると思います。まあ、そのぐらいの体制を持って、皆さんにね、FX を分かりやすく、伝えやすくしていこうかと思ってますんで、こちらの方もご期待ください。それでは、相場解説の方をどうぞ。今日の12月23日の朝3時半になります。はい、どうも、速稼塾オリガルヒの皆様。FX の今日もね、相場解説していきますけども、いよいよ今日が大体最後の相場解説だと思ってくださいね。ま、26日以降もやるにはやりますけども、もう多分ね、利益を取ったりとか、それからロスカットしたりとか、なんかね、マーケット選定したりとか、まあ、そういうことにはならないかと思います。というのが、まあ、投資家さんってもう年末とかね、やらないんですよね。特に大きな金額を出し入れする人ってもういなくなってるわけなんですよ。まあ、考えてみれば当たり前ですよね。大きな金額をやり取りする人って、それなりにもう商売がうまくいってるところがあるんで、無理して際まで追わないんですよね。まあ、そうなると、まあ、中堅から、少額の投資家さんが市場に取り残されてる形になって、あんまり値動きの大きくない時って取りにくいんですよね。まあ、値動きが大きすぎても困るんですけどね。で、いつも例えてますように、私たちは船出をする船乗りみたいなもんなんですよ。全く風のない状態とか波のない状態の時には、これまたね、船が進まない、なぎの状態になるんですけども、嵐のような時だって船を出したら遭難しますからね。だから材料があって急激な変動がある時って遭難するわけなんですよ。程よく波が動いて、程よく風が吹いてる時を、きちんとね、見極めて、旅に出る、船地に出る。そして同時に、回路とコンパスですよね。つまりテクニカル理論によって、どっちの方向に舵を取れば、一番早く進んで危険がないのか、つまり利確ができて損切りが少ないのかってことを見抜かなければならないんですよ。で、今回ね、1時間軸こうやって見ていただいてるんですけども、レンジを引きましたね。レンジってのはどこかわかります？ここですよ。ここのレンジを引いたわけですよ。131円の534、132円の402あたりです。あたりピシッとこの数字じゃないですかね。あたりですからね。プラマイ前後数ピップスから十数ピップスはあると思っていただければと思います。まあ十数ピップスいつもずれてたら困っちゃうわけなんですけども、そうですね。まあ10ピップス前後のブレはあると思ってください。ピシッとね、下3桁まで正確にっていう予測ができる人はさすがにいませんから。私も下3桁まで書いてますけども、おおむねここでうまくいくよっていうラインが私の上程過程を引かせる、まあこういった技術の裏付けになってるんですよ。今までやっぱり何千回も繰り返した中で、あ、自分の上程過程の引き方、そしてレンジの引き方っていうのはおおむね合ってるなと思うから、こういうふうにね、皆さんに解説もできますし、利益を残し続けることもできてるんですよね。ですので FX で勝てなかったらね、さすがにね、こんなに長いことやってませんからね。それは勝てなければモチベーションしてもやめたになっちゃいますから。やっぱりね、勝てるようになってもね、モチベーション落ちちゃう人もいますからね。ここがまた別のところでお話したいんですけども、勝ち続けるとそれはそれでモチベーションが起きて、いつでも稼げるから、今日はやめとこうかっていう、おかしなね、マインドセットになっちゃうわけですよ。はい。幸い私はちょうどバランスのいいマインドセットなんで、稼げていてもね、ロスカットを食らった時でもこうやって放送を7年目に入りますよ。続けることができております。さすがにね、5、6年やってるとね、もうプロですよ。もう自信を持って言いますけども、5年、6年やって FX が攻略できないってことはまあないと思いますよ。毎日やってますからね。毎日人に伝えるためにやってますからね。どうですか？ここが大事なんですよ。ちょっと前置き長くなりますけども、FX を一人でやって勉強、つまりインプットするだけではなくて、誰かに伝えるつもりで、そのぐらいの理解の、するつもりでね、FX やっていくと、これはすごくね、骨身に染みてきますから。自分だけ分かってレイヤーってレベルと、人にもしかしたら教えるかもしれないなって、聞かれた時にどうやって答えようかなって時に考える頭のレベルと全く変わってきますからね。じゃあ私がこのレンジオプションについてどのように考えてやってきたか、そして今どうやって振り返るかお話していきましょう。レンジオプションの時に、上底、上のね、底ってのがあります。上底ってのはここですよ。上の線。で、逆に下底ってのは下の底です。ここです。この二つに挟まれて、このレンジオプションっていうのはね、上下でできるわけですけども、今矢印をお示したここ。ここ見てください。この上底を超えていってないでしょ。で、こっから下に落ちていって、下底に触れるちょっと前にまた上昇していくわけですよ。で、今度上底に触れて、ちょっとね、えぐれたところありますけども、結局内側に戻ってきて、ふわりとまた上の方に向かおうとしてるかなと。で、今、ちょっとね、ポイントに入っているところです。このままレンジに戻っていくのか、それとも、ブレイクアウトして上の方に突き抜けていくのか。ちなみに、ブレイクアウトの判断ですけども、今回はね、ここになりますよ。前々もお話ししてみますけども、このヒゲ先を超えた時にブレイクアウトです。
ですんで、上程が132の400あたりだとすると、132の750あたりなんで、30ピップスから35ピップス、40ピップスあたりは、ちょっと待っているところがね、待つことが必要になってきますよね。まあ、3、40ピップスで言うと、かなりのね、利益を逸することになりますけども、リスクの取りたくない方は、この、髭先を超えた時に、ブレイクだと思って、エントリーすると。リスクの取れる方は、この132の400あたり、上程の、ほんと、際かちょっと超えたあたりでエントリーするってことになります。要するにですかね、これが、このあたりが自分の力量に合わせたエントリーポイントの、この見分け方ですよ。自分の力量がないときに、私と同じところでエントリーすると、資金がいくらとも足りませんからね、ご用心くださいね。やっぱそういうときは、リターンも少ないかもしれないけども、リスクの少ないところから、小さなリスク、小さなリターンからスタートしてくださいね。これは再度再度申し上げておきます。よく FX でね、資金をなくしましたって人がいますけども、もう単純にロスカットラインを引いてないのと、自分の力量に合ってないところでエントリーしてるんですよ。そこにつきますね。まあ、私の解説見てるとよくわかると思います。はい、じゃあ今日はこんなところでございますけども、プラスでですね、ちょっと15分足見ていきます。時間のある方お付き合いください。同じチャートの15分足ですけども、上程ですね、上の底がここに設定されてます。130の402です。で、これをもって言えることっていうのは、結局ここでほら、跳ね返って下の方に行ってるでしょ。その中でも小さい時間軸で見ると1時間ではわからないような、上にちょっとヒゲを出してるってところがあります。ヒゲってのは、上の方に行ったんだけど、急速に売り戻されて下の方に行ってしまった、実態に戻っていったってことなんで、このヒゲっていうのはね、ある一定の層が利確したってことなんですよ。したたかな人がここで利確してますからね。だからいつかね、こういったところで利確できる人になりたいなと思うところですけども、私たちは、このヒゲを耐え忍んでですね、決済せずに戻ってくることを待って、ここでエントリーしてるんですよ。だから一瞬含み損が出ますけども、その後利益に転換するんですよ。ここも同じです。利益に転換するわけですよ。で、利益に転換するポイントがどんどんちっちゃくなっていって、最後にドカーンと大きくいったってことなんですよ。で、これがだから三角形の理屈ですよ。ね。アセンディングトライアングルってこうですよ。アセンディングトライアングル上に抜けなかったら下にブレイクするわけですよ。というのがアセンディングトライアングルってね、ペナントの変化形なんですよ。ペナントってのは値動きがあって収束していって、上か下にどっちか抜けますよってことなんですよね。で、アセンディングトライアングルってのは上に抜ける可能性が強いわけなんですよ。上に抜けなければ下に抜けるんですよ。ディセンディングトライアングルってのは今度下に抜ける可能性が強いんですよね。で、下に抜けなかったら、今度は上に抜けるんですよ。ね、これもよく理解しておいてください。今日はね、年末スペシャルということで、ちょっと時間を拡大してですね、丁寧に説明しております。そして今度家庭の話もしていきますよ。家庭。下の、そこですよ。家庭の話ですけども、家庭にぴったりつかなかったんですけども、このあたりから反転していって上昇して上底にぶつかりましたよね。だからここで、この距離が利確できるわけなんですよ。ただし、家庭のそばでエントリーをバイでするって言っても、こういう風に引きます。アバウトです。ですんで、本人の感覚と力量によって、エントリーするってことが変わってきますからね。慎重に行きたい人はこの辺なんですよ。結構ね、利益を取りたい大雑把に力が構えられた人は大雑把にこの辺で取っていくんですよね。リスクが大きくなる代わりにリターンも大きいってことです。じゃあ、ここでエントリーできた方は、この幅取っていけて、上から下まで、頭から尻尾まで取れている状態です。で、よくね、投資の世界では、頭と尻尾はくれてやるって話がありますけども、その方々っていうのは、このあたりを取っていくってことなんですよ。まあ、ですんでね、今回も、このあたりは取っていけるように、それぞれの力をね、つけていっていただきたいかなと思います。そのための、動画放送をこうやってね、今節丁寧に毎回やってますんでね。今回の動画見れた方ラッキーですよ、でも、本当に。ここまで解説してる、コンサルなんていないでしょうね。自画自賛ですけどもね。いや、本当にね、これをなんで言ってくれないんだっていつも思ってますからね、私、FX の講師に。いや、このぐらい理解できて言ってんだろうと思ってますけども、言わないってことは多分ね、まあ私の経験してきたコンサルの全部があったわけじゃないですけども、多分分かってない人がコンサルやってんじゃないかなと今思いますよ。だから、仮にですよ、FX のなんかね、コンサルがあるとして、私ちょっと試しに入ってみてね、あ、この人分かってないなっていうふうに評価してやろうかなと思いますよね。まるでラーメン屋の美味しい店、星3つとか星5つみたいにつけるみたいに。このコンサルは星2個だなとかね。はい。まあ、そんなことして人の商売邪魔してる、暇はないですね。私、FX オリガルフに来ていただいた方に、これからも分かりやすく、伝わりやすいような相場解説を、務めていきます。こうやってね、講義も、かなり入れておりますんで、FX オリガルフにご参加の皆様、本当に、ありがとうございました。もう、それに応えれるように、こういった解説を、今後10年ぐらいやっていきますんでね。腹に肝据えてやってください。皆さんも必ず私がやってるうちに、プロになりますんで、よろしくお願いします。それでは。で、ここから告知になりますけども、現在 FX オリガルヒ絶賛開催中です。この今週の月火水で利益を取った方はどうやって取ったかっていうと、一部ね、この FX オリガルヒを上手に活用してくださった方がいるんですよ。もちろん一部じゃなくて全員が活用していただきたいんですけども、それぞれ生活スタイル違いますんで、チャートに貼り付ける方とかね、たまにしか見に来れない方、勉強中で今は、ロットを入れてない方、ね、ありますんでね。みんなが儲けましたよっていうつもりはありません。ただし、みんなが力をつけました。で、どのように力をつけたかってことをちょっとお話しますね。これ見てください。9月8日、本日ですけども、すでに2時に、相場解説更新してます。
警戒してくださいよっていうふうなタイトルつけてますね。で、9月7日は更新がすごくたくさんありました。およそ1時間半に1回ぐらいの更新ですね。つまりは1時間軸で私たち勝負してますから、1時間ごとに情報や判断の更新があるとついていきやすいんですよね。メディアの方の取り上げられ方もここでねお話してますしね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 昨日は10本の動画もう、つまり常に私のねエントリーが見れるような状態ですよ。で、相乗りして儲かるわけですよ。そうなると、だから相乗りをして儲かってくださいよって話じゃないですよ。私の判断がどうテクニカルに基づいているのかってことをいちいちお話してるんですよ。全部見なくても少しずつ分かっていきます。はい。で、これが昨日ですよね。トライアングルブレイクで141円達成するんじゃないかってあっという間に行きましたよね。で、こういった部分とかね。で、月曜日はなんで警戒するべきかってこともお話しております、で、別の週のこともね、こうやって動画にしてます。どんどん残してます。だから1日にね、少なくとも5本、多ければ10本の動画更新してますんで、もう常にリアルタイムみたいな感じですよね。判断に迷うときは私の判断を聞いて、さらに自信を深めてエントリーってことになると思います。横について話すってことはなかなかできませんけども、似たような感覚で FX オリガルヒが、まあ、学んでいけるんじゃないかなってことを考えたら、今ね、あと1人か2人ぐらいはなんとか受け入れていけると思いますんで、まだ枠があるうちにお悩みの方は参加されたらどうかなと思いますけどもね。はい。じゃあ FX オリガルヒの29万8000円セール期間は9日までということにさせてもらってますんで、お、明日までじゃないか。明日まで。はい。よろしくお願いします。